えー、はい、エッサーです。コンピューターの話なんですけれども、お昼休みにふっと思いついて、ですね、これ忘れないうちに、まあ、自分用のメモみたいな動画なんですけども、もしご,ご興味あったらお付き合いくださいあの。ダイナミック変数、動的変数のコンパイルの件なんです。えー、トライアングっていうあのボードゲームの,、ね、あのバックトラックで全数回を出すってやつ。 あれがあの極端に遅いんですよ、コンパイルしてもね、2秒以上かかってるとどうしてだってんで、あれよりこれ考えたんですけども、そうか、これでいけるな、これで世界一狙えるなということで、今思いつきましてですね、現状だと、インタープリー,ターの仕組みはそのまま利用して、 ダイナミック変数の領域のところにアクセスしているんです、さすがにこれは連想リストは使ってないんですけれども、配列を、ですねシンボルを探して、対応する値を探し出すという、つの線形探索やってるんですよ、それじゃあ遅いわなと思って、えー、それで <laughs>、えー、コンパイラーで解析しつつ、そのままのズバリの,あのアドレスにアクセスできるようにしたら、ぐっと高速化できるはずだよねと。 と、えー、ということでねでちょっとややこしいんですけどねデフ・ダイナミックっていうのがあって、えー、っとデフ・グローバルみたいな感じで大気にあの定義するものとそれから、えー、レッドみたいにです、ね、ダイナミック・レッドっていう構文があるんですよ。でこれをどういうふうにするのかということなんですけども、えー、っと同じ領域にこれ配列ですね。えーっと 動的変数用の配列、でスレッドセーフにしなきゃいけないもので、これ、スレッドごとに、えー、あるというふうに考えてください。えー、0番スレッドのところで限定してお話を進めます。そうすると、デフダイナミック A1、デフダイナミック B2 ってのコンパイラーを見つけた段階で、えー、ここの,この配列の0番目と1番目のところに値を入れておきます。 でさらにあのコンパイルしつつです、ね、d e f d y n a m i c r e っというのが出てきてで、これは局所的な定義なんですけれども、えー、と A と B、また同じ,ような a と同じ名前の A と B というダイナミック変数を定義した場合ですけれども、これはその、えー、と局所的なものですので、帯域の AB とは違うものというふうに返されます。えー、そこで、えーこの、次のところは3と4と。 いう,ふうに値をセットしておきます、えー、これだと1位探さなくてもそのままズバリの掃除陣でアクセスすればすぐに引き出せますのでぐっとスピードアップになるはずです。であの解析するときにです、ねえー、この3の部分、4の部分というのを解析するときには、えー、ここでは待機、えー、部分しかあのその上の部分ですね、えー、上位部分しか見えちゃいけないので この部分だとまたまたま3という整数が与えられているので参照することないんですけどもここでもし A を参照しているだと帯域変数の A を参照するということになるんですね。この辺コンパイラーに列島を解析するときにこの中身部分のときにはあのまだ A とか B というのはこの上の方を参照しているようにして で本タイプで A が出てきたときに初めてここを参照すると、つまり A だとこっちの方の A ですね。いうふうに、えー、とコンパイラーを設計し,し直します。そしてあの、えー ガベージュコレクションが起きる可能性があるんですよね、待機変数を入れてセットして、計算している間にガベージュコレクションが起きてしまうと、これらの値というのは失われてしまう、まあ、あの小生数の場合は即時,即時になっている,るので、失われることはないんですけれども、うん、そうじうない場合、失われてしまいますもんですから、シェルターというスタックがあって、そこにプッシュしておきます、こうすると、ガベージュコレクションで保護されるようになっています。 ですから、ボディーブを解析して、それが終わったならば、えー、とその動作が終わったならば、プッシュシェルターをポップシェルターにして、えー、もうここ保護しなくてもいいよと、えー、いうことなんですね。えー、それから、で解析するときなんですけれども、えーと、ダイナミックバリアブっていうのをコンパイラーの 待機変数とししてて用意しておきますで解析を始める段階では二流になっていて、えー、最初にパス1でデフダイナミックを見つけたときにはさっきの例だと A と B が見つかりますので、えー、これをダイナミックバリアップルのところにあのリバース状態ですね A が先に見つかります、えー、A、B、えー、逆順になりますけれどもこれを、えー、保管しておきますそしてデフダイナミックの解析に入ったときにはさらに A と B さっきの例だと A と B がまた追加になりますので こうやって、えー、と先頭の方から見ていけば内側の内部の方から解析見つけていきますんで、えー、都合がいいわけですね、えー、そしてボディ部の解析終わったならば、えーとそのえー、ダイナミックレッドの変数はもう有効ではなくなってますんで、えー、元に戻してってあとは待機変数としてのダイナミック変数 B と A しか えーえー、と見ることができないよと、スコープにないよというふうな状況をコンパイラーに教えてあげるというふうなことで、これですっきり解決するはずです。L、えと、ー、関数が大量に、えー、とアクセスされてるんですよ。それは前になんかね、あれを作ったので、プロファイラーを作って、でどの,あの組み込み関数が一番呼ばれてるのかっていうのを計算、えー、やってたんですね、プロファイラーで。 でそうするとそのにドキュメントに残しちゃったんですけれども、えー、エルトが相当かんあの呼び出されているんですエルトそのものもさることながら、その中であのダイナミック変数を参照してますんで、それごとにそのダイナミック変数を探してくるという動作が大量にあるものですがこれもうどうしたと遅くなっちゃうんですね、現状の方式だと。でそこをさっきお話したような、えー、とコンパイラーを改良してあって、もろその 値を速攻で見つけてくれるようになればぐんと速度は上がるはずです。なかつあのガベージコレクションもですね。えー、っとあれね、れ確かね、一秒までかかるんないです。一回降るのガベージコレクションを切って、零点一秒ぐらいだと思います。えー、ただやっぱりそれでも時間短縮にはなるので、あのサバールを呼び出す時のあの変数をまとめるためのコン数を、えー、昨日のアイディアで別領域から取り出してきて。 ですぐに回収してしまうとガベージコレクション、えー、に頼らなくてもすぐに回収できますのでこういうことやるとガベージコレクションで多分0.2秒ぐらいは短縮できてそれからその変数のアクセスでさっきの仕組みで、えー、だいぶ圧縮できるはずですのでこれで、えー、世界一を狙えるんじゃないだろうかと。 いうふうなところですね、えー、思いついたもんですので、忘れないうちに、えー、メ,メモ動画です。<laughs> ご興味あったら、仲良お役に立てました。